暇ですね。岐阜県多治見市の永保寺にやってきました。1313年に創建された庭園の美しい寺です。境内に犬を連れて行けるということでやってきました。創建時からあるとされるイチョウの巨木です。大きな木は大好きです。この橋渡るべからず、堂々と真ん中を橋に行っちゃいました。創建当時からある国宝の観音堂です。こちらも国宝の開山堂です。こういう場所に来ると心が落ち着きますが、チップさんはどうなんでしょうか。夕日の差して山の葉、糸、地高なりたるに、イチョウの頂が光り輝いて見えるは糸おかし。巡り会えて、ミシやそれとも若沼に、雲隠れにし、夜はのチプ影。ご視聴ありがとうございました。毎日ショート動画を更新しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。